ちょっとね、ちょっとスマホがカクカクしすぎてメールも X の投稿もめっちゃ手間取ってました。遅くなりました。なんか雨が今日強くて、雨でやられたのかスマホがめっちゃカクカクなんですけど、配信はカクカクじゃないですか？大丈夫かな。今日は生誕祭でした。ありがとうございました。もうあのいろいろ話したいのですが、話したのですが、何から話そう。ちょっととりあえず今日メンバーからもらったプレゼントとか、ファンの皆様からのあのお花とかを背景に飾っていきたいと思います。帰り雨に濡れてさ、レッスンズボンがびちょびちょになっちゃって、ちょっと今あのなんかすごいすごい体育会系なズボン、短パン履いてるんです。みんなからもらったもの、いただき物たちを、いただき物たちをお披露目していきたいと思います。よいしょよいしょ。まずお花です。ちょっと待ってね、待ってくださいよ。待ってるよね、ずっと待ってるって、待って言うてるけど、みんな待ってくる。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待って、バタ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 、よいしょよいしょよいしょ、またまた、よいしょ。まずこちら、こちら26です。26も置いて配信したいけど、そしたら私が座るとこがないです。よいしょよいしょ。あ、タワーありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ちょっと待って、今日のお礼ね、昨日じゃない今日の夜いただいたやつ、ひまたぎ配信でいただいたやつのお礼と一緒にまた改めて配信外で書いたやつを読ませていただきます。ちょっとスクショ撮っとくね。スクショ、よいしょ。ありがとう。パシャパシャパシャ、スクショでありがとうございます。見てください。ちょっと待って、口にまず色を足していいですか？まず口に色を足したいです。させてください。もうね、今日帰りが雨降ってて、めっちゃドタバタで帰ってきて、で帰ってくる途中に、普段だったらその移動中にね、移動で車内でメールとか X を投稿するんですけど、今日はバッグとか荷物が多すぎて、荷物全部荷台に積んでたら送らなかったので、ちょっと帰ってきてバタバタしてました。口になんかついてたリップ。こんばんは。見てください、めっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛い花感をいただいて、これ明日から毎日つけようかな。もう素敵すぎる。ちょっと一旦これはさよならしますね。そう、雨がすごくってさ、よいしょ、じゃんじゃんじゃん、26とともに、じゃん、イエーイ、やったやった、かわいい、めっちゃかわいいです。ありがとう。初めて公演を配信で見たね、嬉しい。パセリあのねしてくれてましたよね。え、今の住みか暮らしのやつタワーだった、ありがとう。改めてまた書かせていただきます。
また書いた時は配信で読む時はメールとかでお知らせするので待っててください。ありがとう。今日はね、あとこれもファンの皆様からいただきまして、いただいたお花、いただいたお花なんだけど、バルーンに絶対部屋が全部反射するのでちょっと怖いけど、こちらいただきました。とっても可愛い、めちゃくちゃ可愛い、これ超可愛い、自慢したいけど部屋全反射、ありがとう。写真撮るね。わーいわーい。あとこれ沖さんからもらったプレゼント、わーい、ありがとうございます。とりあえず抱きしめとく。紹介したいものいっぱいあります。あのパネルもあったんですけど、パネルはお家にさ持ってきてもらいたかったけど、今日雨なのでちょっと難しいということで、一旦スタッフさんが保管してくれるそうです。一旦事務所で保管して後日お家に届けてくれるそうなので、それを待ちたいと思います。でこれはお花も持って帰ってきたんだけど、帰ってくる途中雨がひどすぎて道端とかにめっちゃ花びらを、ヘンゼルとグレーテルかのごとくいっぱい花びらをね、こうやって今も部屋中に落ちてるんですけど、玄関からずっとそうこぼしてきてしまったから、これ花びらで家がバレる可能性もある。じゃんじゃじゃん、花びらで家バレしないように気をつけないといけません。でこちらノーピからのタンプレ、ノーピからもらったタンプレと、あとはあこれチコちゃんからもらったボビーブラウンもらいました。チコリータにチコからのタンプレです。リコチからのタンプレと、これは STU ウォーカーです。今週月曜日発売されました。 STU ウォーカーもゲットいたしました。飾らなきゃ、また新たに新しい仲間が増えたよみんな。そして昨日サーヤンが家の前に届けてくれたタンプレも紹介したいと思います。サーヤンのねタンプレ、こんな大きい箱に入っててフランフランので、何かなと思って開けて見たらおしゃれなコップが2個。なぜこのコップが2個あるかというと、なんで2個あるんだろうと思ったんですね。ただお手紙が入ってて、ししゃも猫知ってるみんな、ししゃも猫っていうあのいるんよキャラクターが。やんこ、これ多分徳島で買ったんだろうな。STU ウォーカーのロケの時にししゃも猫のグッズめっちゃ買ってたから、そうこれ。パちゃんお誕生日おめでとう、いつも頑張ってて偉い、報われます。報われるそうです。これからもよろよろ、コップソラハさんと使ってね、やんこ。ソラハさんと使う前提でコップを2個もらいました。よろよろです。そして家族が増えました。これもヤンコがくれたクリスマスのなんかなんだこれは、サンタさん、ノルディックサンタナチュラルっていう書いてるノルディックサンタもらいました。そしてねもう一個あって、大量の10個入りのスプーンたちをもらいました。カトラリーセット10個入り。私これ全部さ謎に2本ずつ入ってるんですよ。スプーン2本、フォーク2本、ナイフ2本、ちっちゃいスプーン2本、フォーク2本入ってるんだけど、で合計10個入ってるんですけど、多分これもきっとやんこ的には多分やんちゃんなりに考えて、パちゃんに何あげようってなって、
多分ソラハさんと一緒にいるから多分同棲してると思われてるかな、もしかするとね。コップ2個とスプーンセット2個ずつでたくさんもらってしまいました。どうしよう、やんちゃんもうすぐ誕生日なんだけどお返し何にしようかな。ありがとうございます。2人用のタンプレをもらいました、ありがとうございます。なんかソラハさんのファンの方もこの前のお話し会で、あのソラハさんに食器のプレゼントを送るときにパセリの分も入れとくねって言われたらしくて、パセリの分も入れとくって言われたらしいんだけども、メンバーもファンの皆さんも同棲してると思ってるかな。一応家賃それぞれ払っております。同棲はしておりません。よろしくお願いします。ちょっとパセリンちの新しいキャラクターです。仲間が増えた。去年はやんちゃんはサンリオの私の好きなキャラクターのぬいぐるみをくれたんですよ。今年もぬいぐるみをくれました。ありがとう、大事にします。そう、一緒に住もうって言ってるんだけど一緒に住んだ方が絶対家賃お得だよねって言ってるけどちょっと難しい、なかなかちょっと難しいです。順番に開けてくね。次、ノーピからもらったもの紹介します。ノーピからは MC でもあったと思うんだけど、え、待って、ノーピー、ノーピー、あなたタワレコからカードもらってきた？あなたタワレコでこのカードもらった、もしかして。パセリさん、ハッピーバースデー。マイカーに加入してお話しすることが多くなって嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ゼリーを凍らせるとアイスみたいになりますって書いてる。これタワレコからもらってきたでしょ。ノーピー、ノーピーもこの前お誕生日でした。14歳になったそうです。パセリと一回り違います。ノアピは同じサソリ座です。こんなにめちゃくちゃ入ってる。顔と同じぐらいのサイズの、これは夕張メロン、メロン、メロンのゼリーをくれました。凍らせたらアイスになるそうですカード面白いカード、もうありがとう。凍らせますね。たくさん食べるね。ありがとう。そしてリコちゃんからのプレゼントはなんともう今日今使ってます。リコちゃんからはメイク道具をもらったんですけど、ボビーブラウン、私ボビーブラウンの欲しいやつがずっと2年間ぐらい、3年ぐらい、3、4年前からボビーブラウンの欲しいコスメがあって、でも言ったことなかったんですよ。でそれを偶然リコちゃんがくれました。こちらもう今はもう使ったから空っぽなんですけど、ボビーブラウンのクリームアイシャドウスティックゴールデンピンク04番、私が欲しい色味ドンピシャでくれました。今この涙袋に塗ってるこの、わかりますか、普段とメイク違ったんですけど、リコちゃんにもらったやつをね。この中身もなんかゴージャスで素敵なの。そしてサンプルも入ってました。やった、ファンデーションもらった、ありがとう。ちょっと実物待ってね、メイクポーチに入ってる。これです、これもらったの。こういうやつを目の下にこう塗ったらこれなるよみたいなやつを、キラキラだよ、アイシャドウだよってやつもらって、なんとこれパセに買うとき自分のやつも買ったらしくて昨日ねもう使ったみたいなこと言ってて、お揃いらしいです。だからこれからパセリとリコチの涙袋はお揃いです。お揃い涙袋でこれから一緒に活動していきます。ありがとうチコリータ、とっても嬉しいです。この前買いに行ったよって言ったから。あと今日のリップは昨日の配信で紹介したソラハさんがタンプレでくれたこちらのディオールのリップだったから、ちょっと今日濃いめのリップで生誕祭出ました。わーい、わーい。あとこれも昨日紹介したけど、イプサの
メイクの上からする保湿するスプレーも今日持ってったけど使うの忘れてました。また今度は使います。ディオールはちゃんと、もうもったいないから指紋ついちゃうから箱に直して使いたいと思います。今日はね誕生日当日だったからメンバーからもたくさんプレゼントもらえて、これ沖さんからいただいた、沖さんにいただきました。中身はマフラーって売ってたの。マフラーを人に送る意味って何ですか皆さん。マフラーを送るそのなんかないの、あのホワイトデーにクッキーをあげるのはこういう理由みたいなやつないんですか。マフラーくれました。え、私この前アウトレット行った時に白いマフラーを買うか迷ったの。しかもこういうやつ買うか迷って、いやもうちょっと寒くなったらにしようって思ったの。3日前とかに寒くなってからにしよう、ちょっと我慢しようと思った自分に拍手を送りたい。え、嬉しい。ちょっと開けるのもったいないな。ちょっと写真撮るね、配信終わった後。またつけた姿はあのいろいろメールとかで写真送りますので。え、嬉しい、やったー、ルンルルンルン。今日沖さんにチューされたんだけど、見ましたか生誕祭。今日は最後の曲で、最後の曲の曲中にチューされたの見ましたか。見た人いますか。あの口じゃないですよ、口じゃなくて手を取られて、こうやって手取られて手にチュってされて、ディズニープリンセスかと思っちゃった。えってなって動揺してしまった。え、配信で映ってたの。おいおい、恥ずかしい。え、映ってた。え、沖さんのファンクラブのスペイベとかのなんかそういうのってさ、さすがにそこまでのはなかったですか。ファンサービスの一種とかじゃないですかこれ。パセリはファンクラブイベント来れないからちょっと代わりにここでみたいなのではない。あの大丈夫、びっくりした。僕たちが喧嘩したわけっていう歌詞だったのにチューされた。わお。え、配信早く見たいな、ちょっと怖いけど。前髪さ、めっちゃ時間かけて作ったの今日。今日普段私前髪あのそんなやらないんですよ。やらない、もうすぐ固めるのね。でも今日は生誕だしと思って気合い入れて前髪に30分ぐらいかけてみたの。なのにこのありさまです。いつもより崩れてて、でも固まってるからもうほぐれないし、ちょっとやっぱいつもと違うことするの良くないなと思った。いつも通りさささっ作ればよかったのに変なことしちゃったから、なんかこんな割れてた、悲しい。そして話すこと、お手紙の話しようかな。お手紙はあの昨日のひまたぎ配信を見た方なら分かる通り、ソラハさんがずっとゆきりんさんだよ絶対にずっと言ってたんですよ。そんなわけないじゃんって言っても、いや絶対にそう言ってきて、パちゃんのファンならやりかねないみたいなこと言ってきて、いやさすがに無理だよって、ゆきりんさんとか無理だからって言って、でもココアさんはゆきりんさんの生誕祭で書いたことがあるよって言われて、いや知ってるけどさすがに来ないよって言ったゆみりんさんで、めっちゃびっくりした。パセリ A から始まったから、ソラハさんは絶対書いてないって言ってたんですよ。しかも一緒にいるから書いてないの分かるんよ。あの人にお手紙書くときめっちゃ悩んで、家族とかにも送って検閲してもらってるの知ってるから絶対違うって分かってて、だからその
カイラでしょうっていう疑いはなかったんですけど、え誰だろう、パセリエって言ってる、えパセリエ誰、オキさんだったら自分で読むだろうし、ココアさんが読んでるってことは、え誰だと思って、でなんか私より年上な感じの書き出しだったから、あこれユミリンさんだ、だからココアさんが読んでるんだと思って内心思ってたから、はぁってびっくりしました。とってもびっくり、ユミリンさんからいただけるって思ってなかったからね、うん意外だった。しかも内容が結構何ですかね、いつもショールームとか見てくれてるファンの皆さんとなんか最年長だもんねとか話す分には全然私も年齢をそんなに気にしてたわけじゃないからいいんだけど、なんかさもう明らかに何か嫌味が含まれた年齢いじりをしてくる人っているじゃないですか、初見マークでめっちゃいじってきたりとか、なんかそういう悪意の含まれてる言葉って結構本人分かったりするじゃん、受け取る側って。そういう悪意のある年齢いじりをなんかすごい嫌だなと思ってて、別に私は26歳のことを恥じたことはないし、そんなに気にしてるわけでもなかったんですけど、そう悪意を向けられるのすっごい気分が悪いので、だからそれを結構うーんって思うこともやっぱね多いから、今日のユミリンさんのお手紙すごく心に来て泣いてしまいました。ちょっとうるうる来てしまって、そうね手紙びっくりよ、そうお悩んだし、ユミリンさんから新潟公演の時にパセリとアイコジが STU の最年長の記録を更新していってくださいって言われたから、託された分頑張りたいと思いますね、嬉しかった、ありがとうございます。ユミリンさん、ユミリンさんの卒業公演も出れるのでとっても楽しみです。ユミリンさんカラーだね、青、なんかすごい悪意ある人って本当に何なんでしょうねって思っちゃう。あとねケーキもあるんですよ。マネージャーさんがケーキ買ってきてくださってて、ホールケーキがパセリン家にあるんだけど、どうしよう一人で食べんといけんの。篠野ソルハさんとソルハさんの誕生日の時に生誕祭でマネージャーさん買ってきてくれたケーキ一緒食べてるんですね。でも私のケーキは明日ソルハさん朝早起きだから今日ちょっと食べれなくて、私一人でワンホール食べないといけなくて、期限が今日までないよ、やびゃい。そうソルハさん今日も早起きだったの、今日5時起きとかなのに昨日ああやってこういう26用意してくれてさ、もう本当に大変な中、私の誕生日を一番に誰よりも早く祝いたいって言ってね、しかも直接祝いたい、誰にも負けたくないみたいな気持ちから、家ソラハンチで配信してよって言われて、準備しとくからって言って、昨日はなんとソラハンチから配信したんですけど、そういう理由がありました。一番に祝いたかったらしい。かわいい。ちょっとケーキ持ってくるね。みんなにも見てもらおう。みんなにも見てもらいたいと思います。少々お待ちくだされ。今ね、私の周りがファンの方からいただいたお花と、26、もらった26と、プレゼントたちで囲まれてて、360度。めっちゃすごい。もうあと1時間ちょっとで今日終わるじゃんね。やっと実感湧いてきたところなのに。ちょっと持ってきますケーキ。よいしょ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 。
見てください。あ、風船が、よいしょしょ、すいません、イヤホンの皆さんすいません、風船の音びっくりした。わーい、マリオデザート、マリオデザートちゃんのホールケーキでございます。めっちゃでかいの、伝わるかな、伝わるかわかんない、でかさ、あの正方形です、めっちゃ大きい。マリオデザート大好きよ私。待って、マリオデザートさんは過去に STU とコラボしたこともあるケーキ屋さんです。え、待って、どうやって開けるのこれ、え、めっちゃ崩れとるんやけども、持って帰る途中で、やばい、私ケーキ倒しそうすぎる。え、これ一人で食べるの厳しくない？え、ねえねえ、ハッピーバースデーとか書かれてたのにもうこんななってる、悲しい。ハッピーバースデーのプレートこの感じになっちゃった。じゃーん、じゃんじゃじゃーん、悲しい。いただきます。あのマイカーのメンバーと食べたいところなんですけど、マイカーのリーダーはフルーツ野菜全般を食べれないじゃないですか。でソルハさんもそんなフルーツ食べないんですよ。やばい。リコちゃんはあの筋トレとか頑張る気に入るみたいなこと言ってたから絶対無理だし、うん、え、めっちゃ美味しかった。今落ちてた。ここに落下しちゃったブドウ食べたけど、めっちゃ美味しかった。まさかのワンホールですか、私。そう、フルーツをめっちゃ乗ってて楽しみ食べるの。配信終わったら食べます。今日夜ご飯食べてないから、これにします。わーい。嬉しい。収納してくるわ。注文しちゃいますね。めっちゃ美味しいよ。何、このぶどうなんの？クイーンルージュっていうのこれ。さすが詳しいね。美味しそうよね。ちょっと配信では食べたらとんでもなく時間かかって暇かぎしちゃうからちょっとやめとくわ。箱閉じないから箱から出して冷蔵庫入れてきます。よし。確かに高崎彩子ちゃん、高崎彩子今日配信してますか？今誰かいるかい？4等分しない？高崎彩子転ばないように気をつける。せーの、よいしょ。配信周りがプレゼントだらけすぎて、みちさんが、みちさんがさ、おめでとうって今連絡くれたんですけど、密かに愛してもらえるように頑張るって言ってる。密かに私がみちさんの魅力に惹かれていることに気づかれてしまったんです。あの、そう、
みちさんって本当に罪な女なんです。本当に魔性の女代表って言っても過言じゃないくらい、もう素晴らしい、素晴らしいんです。だからそばれてる。そうだよ、いろんなメンバーがみちさんに続行になってるから。あやぱん配信してる？あやぱんケーキ食べるかな？パンじゃないけど。あ、今終わったの配信。今終わったの。なんで終わるん？なんで終わるんよ。鳩飛ばそうと思ったの。瀬戸のうちはもらえてないです。もらえてない。あ、タワーありがとう。スクショまた俺書いて発表会しますね。その時またこれつけるね。これいっぱいつけたい、可愛すぎるので。え、ちょっとお花とかも背景にこことかになんか貼り付けたいぐらい。めっちゃ可愛くない？このさ、リボンの長さが天才じゃないですか。このお花も花感もめっちゃ可愛いです。スピーチ、私スピーチさ、スピーチ話し忘れたことある気がするんですよね。私さ、目標話したっけ？目標話してた？話してなかった？言ってない？私の今の目標は11枚目シングルも選抜に入ることと、そして来年も夏フェスに STU として出演すること。グループの一人としての目標はそれです。あと、もっとスピーチでは言ったけども、他のメンバーのなんかその活動とか、もっとなんかバラエティとかそういうのに出てるの結構見て、自分何もしてないなって。お休みの日、 STU の活動以外の日お家にいることがすごい多いので、なんかすごいそれが結構気にしてるというか、良くないことだなって。もっともっと外に STU のことも発信できる人にならないと、こうやって選抜としてさ活動してもらってるのに、ただね、グループ内で活動しててもこう新しく STU を知ってもらうきっかけにならないじゃないですか。だからそれ結構ね、最近の悩み、結構大きい悩みで、だからもっとそういうね、雑誌とかロケとかいろいろたくさん活動をしたいなって思っているので、何か呼ばれた時は次につなげられるように頑張りたいと思いますし、頑張っていきたいなって思っております。それが26歳の目標です。目標それです。で、あとはこのストーチ PR 舞台の本を読んでほしいです。もうこれは、これだって一人3時間インタビューしたんですよ。一人3時間ズームで聞いてもらったんよ。やばいでしょ、一人3時間のそんな時間ね。えインタビュアーさんは7人分だから、ほぼ丸1日かかってるわけですよ。インタビュー、そうやってそれをこうやってね、一人一人インタビューに文字起こしして一冊になってるし、写真もめちゃくちゃ可愛いから、このね本はね、前髪失敗してません。今日のパセリは前髪失敗してるけど、この本のパセリは髪の毛決まってるし、なかなか良いので、これね本当にとても良い、とても良いです。だから見てほしいなと思っちゃう。
DVD も飾っとく。ああ。ここに飾ります。こんばんは。みんな、私がさ、私が大富豪だったら今日の会場来てくれた方に入り口で一冊ずつ配るぐらいの太っ腹なこともしたかったけど、私は残念ながらアイスが100円かどうかでケチるような財力だからさ、アイスをスーパーで買うかコンビニで買うか悩むようなそんなレベルなので、ちょっと今日は配れなかったんですが、そう、今日リハギをそのイニーさんで言ったら、オキさんのツイートとかめっちゃ映ってました。内緒です。めっちゃ汗だくなの今、汗だくです。閉めとこうか。いやでも開けといていいか。あと髪を切りたい。もう長すぎて長すぎてメイクさんにもね、長いねって言われて、もう見えないぐらい、服と同化して見えないぐらい長くて、今日いらっしゃったメイクさんの一人の方が美容院で働いてる方なんですけど、切ってほしかった、今日切ってほしかったけどそんな時間もなく、今日は本当に緊張してて、緊張しすぎて前髪に時間をかけすぎたらどんどん時間なくなって、バタバタとバタバタとバタバタとでした。こんばんは。もう今日終わってしまうのとっても悲しいです。とっても悲しいけど、お風呂も入らないといけないっていう、なんかさ、毎日毎日さ、私はショールームでお風呂の悪口言ってる。私お風呂が嫌いなんじゃない、お風呂は大好きなんです。でもドライヤーが嫌いなの。だから配信が終わったらドライヤータイムが来るから、それがちょっと嫌なんです。嫌なんだ。頑張るね、ドライヤー。こんばんは。今日は楽しかったです、ありがとう。こちらこそありがとう。気をつけて帰ってください。ありがとう。え、そう、ココハちゃんのママいたよね。ココハちゃんのママだったよね。やっぱ私ココハちゃんのママは2回会ったことがあるんですけど、今年のフラワーフェスティバルの楽屋のとこでココハちゃんを迎えに来てるママに会ったのと、あとスイパラで会ったことがあるんですけど、スイパラ行ったらココハちゃんとココハちゃんのママにと会ったことあるけど、やっぱそうだったよね。やっぱそうだよね。いつもはさ、ココハちゃんと言うからママってわかるけど、そうだよね。来てましたよね。来てくれてましたよね。じゃあ今日のパセの手紙、もしかしてママからしたら感動なんじゃないの。ね、ココハちゃんの話もしたよ。名前は出さなかったけど。びっくりや。嬉しいね。ひひひ。わあ嬉しい。また共演できたらママも喜んでくれるかな、ね、頑張りたいと思います。私も今日のお手紙は、いや、お手紙結構ね、滑舌頑張ったよ。早口にならないようにっていうのと、あと私はなんかちょっと文の始めとかにこうなんか読むのが難しい、口の動きが読むのが難しい時があるんですよ。滑舌的な問題とかもとか、それを気をつけました。ゆっくり聞き取りやすく。去年の生誕祭の時お手紙めっちゃ考えて長文書いたけど、読みながらやばい、みんなが私の方を見てる、申し訳ない、ごめんなさいって気持ちになっちゃって、めっちゃ読み飛ばしたんよ。
文を 2,3 文飛ばして読んだりとかしたらめちゃくちゃ文法がおかしくなっちゃって、接続詞とかすっごいおかしくて、したらコメント欄で、ショールームのコメント欄でなんか文がおかしいですよってコメントあって、いや私も分かってるんですごめんなさいって、さらに申し訳なさにやられてしまったから、もうあの今日ね配信見てくれてる方も会場に来てる方も生誕祭って分かってきてるから、そんな申し訳なくて思わなくていいなって思って、ね、読みました。明日の12時からアーカイブ配信もあるので、よかったらどんな内容が気になる方はよかったらアーカイブもチェックしてください。ちゃんとおしゃべりできてたちょっと不安でした。今日は今日のリハーサルでね、ユニット曲を初恋をこんにちはをしてるんですけど、ダンスの先生がめっちゃくちゃ褒めてくれて、ね、リハーサルのパズリのソロのとこの歌が過去一良かったって言われたんですよ、リハーサルで。その前に今日の会場は腹式呼吸で、お腹をへこまして歌うんじゃなくて、お腹に空気を入れて、お腹をこう、わかる？お腹から空気を抜いてへこませなくて、お腹を出す方で歌った方がここの会場は声が通りやすいよって教えてくださったから、それを意識したんです。でリハーサルの時にもうびっくりするぐらい褒めてくださって、でリハが終わった後に歌い出しの方だけちょっともうちょっと練習してみようってなって、より良くなるからって練習して、そしたら本番が、もう本番はさ、会場も空調とかライトとかもリハとは違ったりする部分もあるじゃん、人口密度とか。そしたらもう踊ってるのもあって喉カサカサで喉カサカサすぎてリハ通りに行かなくてめっちゃ悔しいって、リハあんなに褒めてもらったのに、本番悔しい、ってなって終わった後に、リハよりはリハの方が良かったけど本番も良かったって言ってくださったのでリハの方がねやっぱ良かったらしい、ちょっと悔しいポイントだった。お腹を膨らました方がいいらしい、歌う空気を、ちょっと頑張ります。また次回発揮できるよう頑張ります。でも坂道、一杯の水の坂道は今日は結構声震えなかったです。ソロ悔しい、今日の悔しいポイント。あとはなんか今話そうとしたけど何だったかな、好きになれただけで幸せだの、いつもフリーでやる好き放題やる時間があるんですけど、今日はねなんか楽屋で私が歯磨きしてる間にメンバーが集まって、じゃあパセリのこと囲んで息をする心みたいなやつしようよみたいななんかなってて、みんな爆笑してて、で私もだからこうやって千穂さんがよくやる息をする心、9枚目シングル息をする心のわかるかな、周りの人がこうやって背中のけぞって千穂さんだけこうやって出てくるみたいなやつをやったけど、はたから見たらどんな感じだったんだろうか、どんな感じでしたかね。コールすごかった、パセリコールめっちゃ嬉しかった。そう、新衣装来ましたよ今日から。これからマイカーで使っていた衣装はもともと僕の太陽公演のアンコールの衣装なんですけど、明日も3期生の僕隊があるので衣装使えないということで、新衣装の方をね、ユミリンさんの卒婚用に作ってもらった新衣装を来ました。
そうなんです、生誕祭もあれでしたかった、生誕祭、生誕祭 T シャツだからさ、あの汗がすごいシミが目立つんですよ、色的に青だから。恥ずかしくてめっちゃ見られる時間のに汗やばすぎてちょっと恥ずかしかったから、写真撮影の時は着替えさせてもらって新衣装で撮ったやつをポストしましたので、よかったら見てください。あとパセリのいいね欄もぜひチェックしてください。パセリのいいね欄ね、あのツーショットとか他のメンバーが載せてくれてるツーショットとか STU の公式のお知らせごととかそういうのとかアイスとか載ってるから、よかったらこまめにチェックしてみてください。あのみんながハッシュタグパセリあのねで報告してくれたりするやつもう先にいいねしたりするから、ちょっと一旦チェックしてみてください。そういいね見てみたいね、よろしく。パセリはこれからケーキ食べタイムです。こんばんは。あ、昨日のリリーベもありがとう。リリーベも昨日はとっても楽しかった、昨日今日と。でも明日もあるんです。なんと明日はこちら、ボボン10枚目シングルアザージャケットサイン会が明日ここのショールームで18時からありますので、よかったら。まだ買えるんだって。私これの締め切りが14日までと思ってたらまだ買えるらしくて、明日も買えるので、アザージャケットソロアーシャのやつ、この CD のここをパセリだけのソロにできるやつの直筆のサインと宛名が入ったものがお家に届きますので、よろしくお願いします。ここのね、わかるか、これの紙はパセリ1人ドン誰々さんへサインみたいなやつのイベントが明日あります。明日の18時からあります、ここのショールームで。でもお家からじゃなくて、あの明日リコチとかも同じ時間にあるんですけど、メンバーと一人一人のショールームから配信しますので、よかったら明日の18時、金曜日の夜だからちょっとお仕事とかまだ終わってないよって、お仕事の付き合いでちょっとご飯とか行かなきゃだよって方もいるかもだけど、もしよければ明日18時ここのルームに集合でお願いします。お願いいたします。そう、配信が始まってからも買えるんだって。そうなんや、私がねなんか違う締め切りのやつを把握しちゃってて、支払い方法のやつ、支払い方法の一つが14日までにあの入金しましょうみたいな締め切りがあってね、それをこれの締め切りと思って14日までと思ってたら明日まで買えるみたいでした。全然違う情報を話してた今まで。よろしく、明日もね。週末はね、広島はエビスコがあるから、あのお祭りがあるから、今日も帰りにあのライブ終わってみたら、すごい飾りが、街がお祭りムードになりかけてました。これから多分屋台とかがいっぱい出てくると思う、ね、誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう、みんなたくさんお祝いしてくれて、私こんなに生まれてきてよかったって思えるのみんなが祝ってくれるからだよ、ありがとう。こんばんは。ねえ、お祭り、今日も祭りだったよ、パセリの生誕祭。かわいい、ほんとかわいい、かわいすぎ、かわいすぎだよ、お花もかわいすぎだよ。なんかもう私が花瓶に入れてないからどん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 花が閉じそうになってきてる、花が反ってきちゃった。じゃーん、全部は持って帰ってこらないから
あのスタッフさんが着替えておいで、着替えてる間にお花準備しとくねって言ってくださって、何色がいいって言われてから、水色と白ととか言ったら、もう私の想像の5倍ぐらいのデカさの花束作ってくれてて、さすがにね、そんなもう今日さ、あのこのお花もいただいたから、こっちのお花もねいただいたので、このお花もあるし、メンバーからのプレゼントもあるし、普通に自分の荷物もあって、もうわーってなったら、ノアピがお家にお花飾りますって言ってたから、ノアピにお花を裾分けしましたもう本当に申し訳ない、ノアピの荷物を増やしてしまったかもしれないってすごい罪悪感になってる今。ノアピがね、あのね、お花ね褒めてくれて、でめっちゃ嬉しかったから、ノアピノアピもいるって言って、ノアピのお家お花とか飾るのって飾りますって言ってたので、ノアピがもらってくれました。あのね、全部が全部持って帰れるわけじゃないから、そのみんながくれたやつを無駄にせず、ノアピのおかげで、そうめちゃくちゃ優しい、ありがとうございます。ノーピー明日初日頑張ってね、明日クアトロで僕とやるの、ノーピーは2日連続クアトロに行くって言ってました。水色セルフエフェクト可愛い、じゃんじゃじゃん、かわいすぎ、かわいすぎです、ありがとう。ノーピー身長何センチですか今、ちょっと SD ウォーカー見たらわかるか、ノーピーと身長同じくらいかも。 SD ウォーカー身長も書いてあるんですよ、本当ありがたい。ノーピーの身長は161だって、私より高い、私より 0.2 センチ高いです。負けてました、一回り下のノアピに。私は 160.8 センチです。ちゃんとパセリのところプロフィール 160.8 センチって書いてくださってる、いやーありがたい、ありがたいです。ニキは結構みんな高いもんね、ユキリカとかも。わ、リオツンも負けてる、リオツンとノアピ同じ身長だって、161だってのリオツンとノアピ。3期生も結構高いよね身長。わ高い、高い、高いな、みんな。いちごちゃん167あるの、みんな身長高い、164とか164164って、2人161161多いな。身長高いね皆さん。あのね、 SDU ウォーカーの16ページ16ページ、あ違う、 SDU ウォーカーの全メンバープロフィールブックの16ページにサイン入りチェキ応募券ってやつがついてるので、ぜひ忘れなくチェキ応募してください。16番がパセリです、皆さん16番パセリちゃんのチェキぜひゲットしてください。はがきに住所、氏名、年齢、性別、職業、未婚か既婚か、希望メンバー名を明記して応募してくださいとのことです。応募券も必ず貼り付けてください。46人分チェキありますのでよろしくお願いいたします。忘れずに。これは2024年2月29日木曜日必着って書いてるから、まだ余裕があるのでお忘れなくです。ねえ、そう既婚か未婚かを書く欄が、やばい、未婚か既婚かっこ子供の有無、
いる場合は子供の年齢も。めっちゃ個人情報書く、めちゃめちゃ書く。初めて見たこういうやつ、うん、子供の年齢も書くらしい。じゃあ私のお母さんがこれを書くときは住所、お先何々さん、年齢書いて、性別女、職業何々、既婚、子供あり、子供26歳って書く。希望メンバーパセリって書く。私のお母さんだったらね、初めて見るよ、びっくりだよ。ぜひこれを手に瀬戸内旅してくださいね。同じものとか食べたり買ったりしてみてくださいよ。楽しかったですこの日。私まひなさんとあずみんとさやんと一緒にロケ行ったんですけど、あのこの日ね、私が床をのたうち回るぐらい体調崩してしまってロケ中に、あのね VR をしたんですね。 VR をしたんですけど、ある場所で、その時にね、あの体調崩しちゃって、その後空腹だったのもあって、それでもうすごい吐き気と腹痛もすごい、なんかもう体調がおかしくなっちゃって、その時もあずみんとかずっと大丈夫ですかって言ってて、もうすごいもう申し訳なかった、そう酔っちゃったんですよ。そう酔い止め飲んでたけどね。そうメールでも送ったのその日。そうなの、その時でした。あとね、某アイスも食べてます。私がずっと食べたいって言ってた、1年以上前から食べたいって言っていた某アイスも食べましたので、よかったらあの同じアイスを胃袋に収めてくださいませ。よろしくお願いします。他の地域のメンバーもアイス食べてる人いたからさ、私も行かなきゃいけません。某アイスじゃないよ、某アイスね。某、どちらかっていうと某アイスよりソフトクリームです。あ、某ソフトクリームです。某ソフトクリームをね食べましたので、よかったら。やばいパセリやばい。紹介、1997年11月16日生まれ、長崎県出身、大型、ニックネームはパセリ、好きな食べ物はアイスクリーム、キキアイスの特技を持ち、ストーチのご当地ソフトの制覇を狙っている。もう書かれてるから、もうファセリのために用意されたロケでしたね。これはアイス食べたい人、ソフトクリームの写真撮るのは2人までですって言われて、アイス食べたい人って言われた瞬間にも食い気味で手を挙げてゲットしました、アイスの権利を。私普段先輩ね、まひなさんもいらっしゃるから、先輩とのロケとかそういうお仕事、そんな自分がって行かないけど、もうアイスだけは譲れないと思って、もう絶対に譲れないってなったので、速攻で手を挙げました。とっても裏表紙もとっても可愛いですよ。裏表紙、チコがショールームのイベントでゲットした表紙の権利、すごくない？このメンバーに、めっちゃ素敵だった、どのページも、ね、私もさ、これショールームイベントもね出る権利なくって、だから出たかったです。こんななんかね、イベント出演したメンバーみんなソロの撮影が入ってて、めちゃくちゃ羨ましい。ショールームのね、これショールームイベント大特集っていうとこがあってあるんですけど、1位になったら表紙とか、2位とか3位だとグラビアで、出演したメンバーは全員撮影があったみたいな。そうなのよ、この商談イベントがね、めっちゃメンバー朝から夜まで頑張ってて、そうだからさ、表紙に選ばれなくてもこうやってね撮影があるのはめちゃくちゃ嬉しいです。これ私服らしいよ、
ノーピーが教えてくれた、これ私服ですよって言ってた今日。私服なんだって、めっちゃおしゃれじゃないみんな。こんばんは。すごい、私はもうこれね、いっぱい読み込む、家族にも見せたいと思います。おすすめです、おすすめの一冊です。飾ります、本棚に、お気に入り本棚に。仲間入りしました、 STU ウォーカー。パセリもグラビア系のイベント出てよ。出てますよ今出てるよ今、出てるんだよ。ゾンビを倒して2位だった、中間。ちょっと頑張りたいと思います。ゆきりかとグラビア、ゆきりかと2人でグラビアをかけて月末まで頑張ります。それがまた次につながったらいいな。タワレコのフライヤーパセリだった、大当たりじゃん。サイン入りだった、なんかサイン入りのパセリのやつをあの交換してくださいの方が X にいたから、誰か引き取ってくださいね、誰かあの交換を希望されてましたので、誰かパセリのサイン入りの直筆サイン入りのフライヤー欲しい方ちょっと探してみてください。そうだよ、25歳のサイン、26歳のサインまだゼロだから。わん、リオツンが来た、リオツン明日頑張ってね。明日ね見に行きたかったんだけども、あの行くねってね、ノーピとも約束したんだけども、ちょっとあの難しそうなので、同じ時間過ぎて、だから配信で見るからね、アーカイブで。頑張ってね。今日ノーピにユニット何するのっ って教えてもらったんですよ。でもおおって楽しみだった、楽しみなやつだったので、ドキドキです。りょうつは何するの、りょうつユニット何するか、ちょっとこっそり教えてよ。去年とかはね、研究生 2.5 期生の前座時間みたいなのがあったから、一緒にあのね公演前とか過ごせたんですけど、もうそれ終わっちゃったんだよね、終わってしまったから。最近さ、そうりょうつんとも卒婚以来会う時間がなくなっちゃった。ユニット教えて、ね、明日 2.5 期生初日頑張れ、楽しみです、とってもとっても。でも衣装着てる姿見たんですよこの前、あのそうピースストックの時に着た衣装が去年の年末の歌番組用に作ってもらった花だれ衣装で、で私はその時アイコンの代役で出たから、でもアイコンを出演するから違うメンバーの着るってなって、採寸みたいな、なんか一応確認みたいなので行った時に、ちょうどね 2.5 期生と3期生も僕隊の衣装の合わせみたいなしてて、着てる姿見たけどみんな似合った、もうみんなさスタイルが良すぎるから、2期生とかも初期の頃さ食べまくり、もう爆食いをね、定期的に爆食いをしてたんですよ。公演が終わったら今日は爆食いだみたいな、もうそんな感じだったからね、研究生スタイル良すぎてびっくりだった。何食べてるの研究生の皆さんは。ちょっと今度さ、そういう高崎愛子の隠れ家で3期生と 2.5 期生を呼んでいろいろインタビューする会を開いてほしい。乗っ取られるかな気づいたらなんか変わってたりするかな。ちょっと今度ぜひマネージャーさんに言っとこう、研究生にいろいろ質問したりする企画欲しいですって。ちょっとねお話しする機会があまりなさすぎて何も知らないの、どんな子かもっと知りたいので。
何食べてんだろう、気になりますね。絶対アイス3個とか食べてないよ、絶対私だけだもん。でも大丈夫、今日からパセリにノアピからもらったこの大量のメロンゼリーがあるから、これをアイス代わりにしたら大丈夫だよ。そうやん、りょうちゃんもうすやすやの時間だよ、遅くまで起きてる。でも頑張り屋さんだから多分練習とか復習とかしてるんじゃないかな、ね、なんか今日ノアピがさ、そういえば今日あの明日が初日だから今日も本当はレッスンあったけど、私のそういった生誕があるからそう出れないみたいなことを言ってたので、もう本当にありがとう、ありがとうだよ、ね、ワーピー寝てるかな、寝てそうやな、パちゃん、あずみもくるくるもりおつんもなっぴも、26歳初アイスは食べました。ソラハさんが買ってくれてた金のワッフルコーン、昨日の夜配信終わってお風呂上がってから食べたから3時ぐらいに食べました夜の3時ぐらいにソフトクリーム食べた。今日はね4時に寝たんですよ、配信1時に終わって、でそっから何したんだろう、終わって一旦片付けとかして、でお風呂とか終わったらなぜかもう寝る時間が4時になっちゃってて、やばいってなって寝て、で朝起きたら案の定もう寝不足すぎて、で事務所に何時間前、3時間前ぐらいに事務所に一旦荷物置いて、でたまごっちのガチャガチャ探しの旅に出て、広島の町中のガチャガチャがありそうなとこ探したけどなくって、諦めて事務所戻って1時間ぐらい仮眠取ってました。そう、仮眠取って寝起きの状態で沖さんがパセリ26歳おめでとうみたいな、めっちゃ元気に絡んできたから、過去最大に元気な絡み方されて、寝起きだったから、ありがとうございますみたいな今日の MC で話してたやつ、そう元気だった。いやそう、スーハさんが5時にね、5時に起きなきゃってなったから、それを起こそうと思って起きてたんだけど、もうさすがにもう自分も昨日朝からずっと踊ってたから夜まで、そうリリーベの前にもね違うお仕事とかってずっと動いてたから、もうギブやばい、これも生誕祭に影響すると思ってアラームをたくさんかけて寝ました。寝た、もう無理だった、さすがに5時にまで起きとくのは厳しくて、やめといて正解でした。もう今日大変だったかもしれない。楽しかったです今日。ちょっとアーカイブで自分の参加してない MC のところは着替え中だと MC の声が聞こえないんですよ。聞こえる会場もあるけど聞こえない会場とかもあるから、ちょっと明日配信でチェックしたいと思います。なんか暴露したよって言われたから、何を暴露されたか分かんないけど楽しみです。何言われたんだろう。でも今日の一番の暴露は、今日の一番の暴露ってさ、あの色の話じゃないですか、沖さんのさらっとなんかちょっと暴露しましたよね。いない時いろいろ言われてた、本当言われてました。いや緑のことは嫌いじゃないんですよ、緑色はだって嫌いだったらペンライトカラーにしないでしょ。
プラントカラーにパセリだからちゃんとパセリの緑で、白好きだから白入れてるんですよ。嫌いなわけじゃなくて、もうパセリって名前にしてしまったがあんまりもう緑、何でも緑になってしまうからっていう話をしたら、それを暴露されました。だから別に、いや緑、いやファンの皆さんが緑着てるの見て、いや緑じゃん嫌だわとか思ったことはないですよ。パセリカラー嬉しいっていつも言ってるじゃん。今日も見送りでさ言ったし、昨日もリリーベで全然パセリ推しじゃない他のドラさんのファンの方とか緑の服着てて、えそれパセリカラーなのって言ったら、え何がみたいな顔されながらも、あの話しかけるぐらいには大丈夫なので、気にしないでください。今日のあの話は気にしないでくださいね。うん、沖さんにその話をしたのは、あの新衣装の時とかに、え何色かなとかメンバーが話してる時に、私絶対緑ですよって言った話の時に、そうその話になったよ。絶対私今回緑だと思いますって言ったら当たってたから、そこだからだよ、そういう理由だよ。私がめっちゃ緑の悪口言ってるわけじゃないんだよ。安心してみんな緑を着てきてください。緑、緑いっぱい着てよね。これからみんな緑着てこないかもしれん。はあ。じゃあユミリンさんのペンライトカラー引き継ごうかな、私が。え、なんかそう、オキさん私にピンク着せたがるんですよ。あの一回2、3ヶ月前のマイカー公演で、一人一人衣装の色が違うやつを選ぼうってなって、で私は紫か青系がいいかなと思ってたら、オキさんにごめんパセリ、あのユニットごとに暖色と寒色分けたいからパセリピンクになるって言われて、で今日もなんかピンク着せたがってたじゃないですか。何担当と思ってるんですか。あパーコ、パーコ担当なの。そうピンクを着せたがってる。確かに大きさに着てほしいね、紫衣装も着れたこの前。紅生姜担当なの私。楽しかったです。じゃあ明日はアーカイブが配信されたら、まず最後の曲から見ることにするね。最後の曲の大木さんにチューされたやつをチェックします。映ってるってさっき聞いたから、どういう風に映ってるかわかんないけど、怖っ怖っ怖いな。アーカイブわあ、今日はケーキを食べないといけないので、そろそろケーキが今日中の期限だから、そろそろ終わろうかな。また明日も18時にここのルームに集合してください。アザージャケットサイン会よろしくお願いいたします。こちら明日18時です、よろしくお願いします。そしてこちらじゃーん、 STU48 10枚目シングルのお話し会も今受付中でございます。月曜日まで受付ですが、12月の10日の福岡のお話し会とツーショット会、そして12月の、23ん12月の違う12月の16でした、嘘ついた、12月の16のオンラインも今回の受付でラストになるので、よかったらチェックしてください。ここの3個、12月にあるやつはもう終わっちゃうのでチェックしてください、よろしくお願いします。お話し会よろしく。
お願いいたします。そう、福岡はサンタさんだけど、どんなサンタかわかんない。でもセクシーではないっていう確証だけはあるよ。露出はなさそう。あってもスカート、黒サンタか赤サンタか。なんか STU って毎年さ、サンタの色変えたがるじゃないですか。チェックサンタとか、チェックと赤と黒となんかいろいろ変えたがるけど、今年は何色サンタかわからない。緑だったらどうしよう。緑かな。楽しみでございます。明日もよろしくお願いいたします。皆さん、来週はオンラインある。でももう受付は終わってます。それは11月23日の祝日のオンライン話し会も受付終わってるんですけども、購入してくださってる方は忘れずに参加をお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、それでは、では終わろうかな。今日さ、誕生日のツイートがいろんなグループさんからいいね来る。今は NGT さんの、以前あのニグフェスじゃなかった、なんだっけ、あれで共演したメンバーさんからいいね来ました。あれなんだっけ、この前のやつ、共演した方からいいね来た。誰かは秘密。こんばんは。もう今日は終わっちゃうから、また明日会いましょう。あ、 NST 祭り、それです。 N かぶりだった。 NST 祭りの時の、わー、ありがとう。それでは壇上読んで終わりたいと思います。いきます。13位カメさん、12位シュンさん、11位カズノシンさん、10位阿部寛さん、9位帝国さん、8位ワウワウさん、7位レインボーさん、6位ジロくん、5位おみかんさん、4位ゆうたくん、3位コカジアさん、2位カツオさん、1位ふくちゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、またまた明日18時会いましょう。今日はありがとう。皆様、暖かくして寝てください。ありがとうございました。バイバーイ。お花、バイバーイ。あ、間違ってねえねえ、配信終わるボタンと思って押したらスクショのボタンだったんだけど、終わったと思ったらスクショだった。間違った。バイバーイ。